今回は掛け算と割り算の等式の変形について学習していきましょう。等式では両辺に同じ数を掛けましょう。展開してからまとめましょう。そうしてできた式も等式となります。両辺を同じ数で割りましょう。展開してまとめましょう。そうしてできた式も等式となります。このようにすることを等式変形と言います。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。1番、3倍した式は 6x 足す6は 12y。 2で割った式は x 足す1は 2y。 2番、3倍した式は 18y 足す 6x は 6。 2で割った式は 3y 足す x は 1。最後に今回の学習のおさらいです。両辺に同じ数をかけましょう。展開してからまとめましょう。そうしてできた式も等式となります。両辺を同じ数で割りましょう。展開してまとめましょう。そうしてできた式も等式となります。このようにすることを等式変形と言います。これで今回の学習を終わります。